この時間は企業セミナーのコーナーになります。ご登場いただきますのは証券コード3916デジタルインフォメーションテクノロジー株式会社代表取締役社長市川聡様です。市川社長よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。デジタルインフォメーションテクノロジーさん、我々よく DIT さんって言うんですけど、はい、これでもいいんですか？略称でやはり、まあ、社名長すぎるところありますので、はい、ステークホルダーの皆様方には基本的には DIT と呼んでいただいております。はい、アルファベットで3文字 DIT ということです、ね。はい、今日はまあ会社紹介、それからビジネスのご案内、それから中期経営目標、株主配当、新型コロナウイルスの影響について、こういったところをお話を伺っていこう、はい、お願いいたします。思っておりますが、はい、まず最初に DIT さん、会社の概要からお話頂戴できますでしょうか？はい、当社なんですけれども、本社の所在地、東京都中央区八丁堀でございます。兜町の近く。そうですね、はい、で社員数としましては子会社2社あるんですけれども、そこ合わせまして人数規模1056名ということで1000名超の会社でございます。はい、で各地に事業展開、まあ、あの世界はアメリカも入ってるんですけども、まあ、国内からこういう感じっていうのは、はい、国内本社以外に地方の拠点4つありまして、その中で1つ目川崎の方、こちら組み込みの方の開発の拠点になっております。はい、であとは地方拠点としましては大阪、あとは愛媛県の松山市、あとは宮城県の仙台市、そういったところに拠点を持っております。から右の上に DIT アメリカ、はい、とありますが、ここも拠点と。こちらもアメリカの方の子会社になりまして、はい、こちらもそのアメリカ現地でいわゆる検証業務をやっている、そういった部隊がアメリカでございます。はい、そして、遠隔ということですが、39期目になられる。はい、そうですね、もともと母体となる会社、1982年東洋コンピュータシステムという会社が横浜の金沢分庫に設立をされておりまして、その中で1990年代会社を大きくしていく過程で、はい、この一つの東洋コンピューターという入れ物を大きくするのではなくて、相手のさまざまな分野、我々手を広げていきましたので、その分野ごとに会社を立ち上げていったというのが1990年代になります。はい、その中でこう EC サイトを構築する会社でありますとか、組み込み系の会社 M&A したりですとか、開発だけではなくて運用サポートする会社、そういったものをもろもろ立ち上げていったのが1990年代。はい、でその中で会社がある程度複数できて規模も大きくなりましたので、ホールディングス会社を作ってグループ経営をしていこうということで、2002年東洋 IT ホールディングスというホールディングス会社を立ち上げまして、はい、その中で1回目の上場志向したのが2006年になるんですけども、その中でホールディングス会社に全ての会社を吸収合併させる形で今の DIT が出来上がっております。で現在に至ると2017年に東証一部に市場変更されたと。はい、やっぱりどんどんこの成長の寄付が分かりますよね、これ拝見していると。ありがとうございます。でやっぱりその時々に、はい、重要な事業っていうのをこう拡大していったというふうに見ていいんでしょうか？はい、おっしゃる通りございますね。でいろんな今の基盤になっているところのウェブの開発、はい、あと運用サポート、あと組み込み系の開発、そういった会社を設立していった。あとまあそれと並行しまして、我々こうお客様からのオーダーに基づいてその仕事をしていくだけではなくて、はい、まあ、今後の市場先読みして自社のプロダクト、そういったものをまだまだこう会社がその早々期儲かっていない時代からずっと続けておりまして、はい、その中で2010年と2014年、業務効率化の製品でありますとかセキュリティの製品、そういったものも世の中に生み出している、はい、そういった形でございます。まあ、ここで個別の名刺でいくとゾブロスですとか、はい、ウェブアルゴス後から出てくると思いますが、はい、こういった中核製品もどんどん自社の製品として伸ばしていったという遠隔になりますね。はい、おっしゃる通りでございます。そして、IT のさまざまな分野に対応した会社、ここまでのやっぱりいろんな企業さんとの連合というのが、はい、まあ、IT のさまざまな分野に対応できることになってきたということでしょうか？そうですね、今までこう歴史上いろんな複数の会社立ち上げていて一つの会社にはしたんですけれども、はい、その中でもともと法人格だった頃の良さ、まあ、独立採算でありますとか、まあ、ちゃんとスピーディーに意思決定していく、そういったものを生かしていくために社内カンパニー制というのを我々引いておりまして、はい、その我々会社の中に7つのカンパニーがありまして、ね、まあ、それぞれ得意な分野、あとはそのそれぞれ特徴のあるお客様、そういったところ取引がありまして、一つ一つのそのカンパニーの規模って大きくても200名以下のその規模になってますので、非常にスピーディーな経営判断、コミュニケーションも非常に良いですので、そういった中で我々の事業基盤ずっと成長させてきた、ここの礎強みになっているのが社内カンパニー制になっております。はい、そしてこの得意分野っていうのを拝見しますと、はい、金融通信って今もう流行りの部分
そうですね。だから EC サイトも当然ながら同じ、はい、から組み込み系っていうのはこれはまあ自動車中心にやっぱり伸びている部分、はい、から運用サポートも外せないということで、はい、やっぱり網羅されているなということ、はい、おっしゃる通りでございます、はい、から積極的な開発投資、これはもうずっと続けてこられて今の方針に変更はないと、はい、変更方針ございませんね。これ社長、あのカンパニー性の強みっていうのこれどういうふうに見たらいいですか。書いてありますけど、やはり小さな組織体制でその組織を回していきますので、まあ、本当にコミュニケーションをよくやれている、はい、で それぞれがやはり当事者意識を持ってやりますので、はい、まあ、それがお客様の開拓でありますとかしっかりした事業員につながっている、あとはもう本当に小さな組織単位で、まあ、それぞれ経営幹部がいますので、本当に意味でこう会社の経営者が、まあ、その他の会社さんと比べてたくさんいる、はい、そういったところが、特徴強みになります。今社長おっしゃいました、はい、そのコミュニケーションっていうところですけど、はい、IT 系ですとなんかずっとコンピューターに向かっているのかそういうわけじゃないですよね。基本的にはやっぱりお客様とちゃんと会話させていただいて、はい、お客様がやりたいこと、実現されたいこと、そこをちゃんと我々が理解すること、はい、そして我々がこうさせていただくということをお伝えする、そういったところが大事になりますので、なるほど、まあ、コミュニケーション一番大事ですね。そうですね、はい、その意味では強み、はい、それから先ほどありました自社製品に成長要素が含まれているということです、はいはい。業績面では10期連続増収増益になられました、はいはい。まあ、基本的にはこう伸ばしていく領域、この 5,6 年ですとずっと車関係のところの、はい、いわゆるまあ自動運転でありますとかコネクティとか余りそういったところで伸ばしていくでありますとか、あとこう投資フェーズであった自社商品のところ、はい、ここがまあ再三分岐に乗ってきましたの でそういったところからここ数年特にこう利益面というところ、売上も含めて、まあ、右肩上がりにしっかり上がってきている、はい、そういった状況でございます。改めて強みということですと、事業領域の広さ、はい、積極的な継続投資、やっぱりこだわると製品には、はい、そうですね、こういうことですね。こだわってます、はい、なんかかっこよく飛行機出てる、ね、飛行機出てるウィングが広い。そうですね、まあ、いろんな事業領域、まあ、組み込み系も含めて、あと業務システム開発運用、まあ、そういった意味で本当に事業領域が広い、はい、その広いのでこう景気の波にあまり影響を受けにくい、そういった特徴がある中で、そういった意味でカンパニー性を引きながら、まあ、強化な収益基盤を作っておりながら、はい、あとは成長性の高い自社商品、ここ今2つ注力商品ありますけども、それ以外にもこれからどん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 世の中にそういったものを生み出していきたいというふうに思っております。これはあのじわじわと、例えばウェブアルゴスにしてもじわじわと浸透してきましたよね、ここ数年ずっと、ね、あの見させていただいてますけど、はい、まあ、それが強みですし、はい、それから、まあ、あのこだわりがあるところで成長性はやっぱり高くなってくるということですね。そうですね、はい、そして、事業セグメント、はい、大きく分けると2つになるんですか。そうですね、はい、ソフトウェア開発事業、こちらがあくまでも主力になるんですけども、全体に占める割合が 95% 弱、あと子会社の、DIT マーケティングサービスが主に行っておりますシステム販売事業ということで、はい、こちら中小企業向けのシステムの販売になるんですけども、ここが 5% 強、そういった割合になります。これはもうシステムの販売というのは創業の当初からこれ手掛けられてる、はい、ずっとやっておりますね。ですよね、で、はい、お客様のニーズが高いんですよね、これね。そうなんですよ、でどうしてもその中小企業さんですと、もうオーダーメイドのシステムってなかなか難しいところがありますので、はい、まあ、それぞれの業種、それぞれ その顧客、お客様に合わせたいろんなものを組み合わせて販売をしていく、そういった事業形態になります。そういう意味では顧客本位という姿勢が貫かれているそうです、ね、ってことですね。おっしゃる通りです。そして2番目のポイント、ビジネスということでいきますと、はいはい、全体的に国内の IT 市場、この見通しは社長どのようにご覧になってますか。基本的にはその年成長率 2.2% となってますけれども、はい、まあ、特にまあ略称で DX デジタルトランスフォーメーション、はい、ここの分野に関しましてはここ数年、これからもまだまだその成長していく分野だと思ってますので、はい、我々このキーワードに乗った自社のプロダクトでありますとか、まあ、サービス展開積極的にしておりますので、この業界の 2.2% 以上の平均の成長、はい、そこは継続してやっていきたいというふうに思っております。このデジタルトランスフォーメーション、最近はもう DX って分かるようになりましたけども、はい、つい3年ぐらい前ですよね、はい、あの日本の市場にこう出てきた。そうですね、これが一気になんかこう浸透してきたなというイメージあるんですが、やっぱり IT の現場でご覧になってもそういうイメージですか。やはりそうですね、まあ、特にそのこのコロナ踏まえて、まあ、いろんなものを IT 化していく、やはりまあ会社に出勤できなくてもリモートでいろいろやっていかなければいけない、そういったところで業務効率化とかセキュリティ、そういったもろもろのニーズたくさん出てますので、はい、そういった意味でここはまだまだ成長するというふうに思っております。だから働き方改革というキーワードでここ数年伸びてはきたんですが、はい、まあ、あの残念ながらコロナということでの自宅上での勤務ですとか、はい、そういったのが出てきてですね、はい、さらに急速に進展してきた。おっしゃる通りですね、ということですね、はい、
ご参考までに御社のクライアントってのはどういうイメージ描いておいたらよろしいですか。基本的にはもう上場している、大きな企業さん、その大きな企業さんでありますと、やはりそのちゃんとした IT 投資予算年間でちゃんと持たれている、そういった会社さんが中心になりますので、はい、メガバンクさんでありますとか大手の通信キャリアさん、あと完成車メーカーさん、あと完成車メーカーさんの下の部品メーカーさん、そういったところが我々の主要なお客様になります。ライトのファールラインからレフトのファールラインまでみたいな感じでいいですか。はい、はいはい、そして、事業の中身ですが、ビジネスソリューション事業、はい、特に業務システム開発事業になります。はい、こちらにつきましては、その例えばこうインターネットバンキングで、その一般的なそのお客さんたちが便利に使えるような、はい、そういったシステムを例えば銀行さんとかが提供する、その中の我々は一部の開発をやらせていただいている、そういったところ、いわゆるお客様がその業務に必要なシステムを我々が開発をしていく、はい、そういったところがこの業務システム開発のところでございます。だから最近流行りの言葉で言うとフィンテックってよく言いますけども、はいはい、フィンテックの一部になっているということですよね。そうですね、その広く金融っていう部分で、はい、そういった捉え方していただいても大丈夫。例えばということではそういうことですね、はいはい、それから、もう一つでいきますと、はい、運用サポート事業、はい、こちらはですね、そのお客様のシステムっていろいろ我々がお手伝いして作ったものもあれば、他社さんが作られたものもあるんですけども、はい、そういったものをずっと運用していく、そういったところで、そのお客様にとっての自社の社員リソースだけではなかなか対応しきれない、はい、そういったところに関して我々がそのリソース、人を派遣したりしながら、お客様がシステムを運用していく、はい、そこのサポートをしていく、そういったところがここの事業形態でございます。例えば、システム構築していって、はい、この分野はこっちですねとか、はい、ここなくてもこれでいきますよねとか、はい、そういうアドバイスができるってこと。そういったアドバイスもさせていただいております。ですよね、それと、はい、クライアントさんにしてみれば、ちょっと聞くのもかっこ悪いよねみたいなところがあっても、やっぱ聞いて解決してもらった方が安心ですよね、はい、そういう役割も行っている、それが運用サポート。おっしゃる通りですね。はい、それからもう一つは、はい、ビジネスソリューションで広範囲とかあります。そうですね、こちらにつきましては、その運用業務というところが全体の 40% ぐらいになりますので、はい、この運用サポート業務って、やはり基本的にお客様から年間オーダー、1年間ある程度こういうことやってくださいねっていう形で仕事をいただけてますので、はい、ある程度景気 その変動を受けにくい、あとはここ、その開発側につきましては金融系が中心になるんですけれども、金融系もその一度システムを作って終わりではなくて、作ったものをずっと保守メンテナンスしていく、はい、いわゆるエンハンス開発というところが中心になりますので、このエンハンス開発もある日突然なくなったりしませんので、ある程度継続的に仕事が続いていく、そういったところがこのビジネスソリューション全体の中での特徴強みになっております。金融でいけば勘定系、情報系、はい、それから先ほどありました EC サイト、はい、それからツアー予約、はい、サポートセンター、はい、で、クラウドサーバーネットワーク、はい、ほぼニーズは満たせるようになっていると。そうですね、どんなその分野のお客様であったとしても大丈夫なような、そういった、形でございますね、はい、そして、今流行りのこのなかなかエンベデッドという言葉が頭に染み込まなかったんですが、ようやく最近染み込んできました、組み込み、はい、はい、そうですね、この組み込み分野に関しまして、我々ここもう 5,6 年ずっと成長分野として積極的に拡大してきたんですけども、市場としましては大体年平均で車関係 15.7% の年間平均成長率というふうに言われてますので、我々ここの成長をしっかり捉えて自社の成長にもつなげてきた、そういった分野でございます。自動運転、あるいはその車と車がつながる、はい、あるいは車と他のものがつながるという部分が出てきてますけども、はい、これがやっぱり増えてきている、そうですね、ということと、もう一つのキーワードでいくと、これやっぱり IoT、はい、インターネットオブシングスというところに入ってくる、はい、ということですね、はい、ということは、これ車だけに限らず、やっぱり後でも出てくると思いますが、はい、いろんなものに応用効いてくるということですね。そうですね、もうここ数年ずっと車が伸びてきましたので、車に注力してきましたけれども、はい、その櫻井さんおっしゃっていただきました通り、やはり通信でありますとか、いわゆるマイコンを制御する、そういった技術っていうのは IoT に必須になってきますので、はい、今後 IoT のところで広がっていく、そういった分野だったというふうに思っております。エンベデッドも重要だし、これも伸びる分野だ、はい、ということですね、はい、
組み込みシステム開発検証事業、これデジカメで例えてありますが、そうですね、やはりまあその製品が動くために、組みそのソフトウェアが中に組み込まれているというそういった位置づけで、例えばこれデジタルカメラですとこう半押しするとこうある程度ピントを合わせる、これってピントを合わせるために中でソフトウェアが動いてますので、はい、そういった意味でそういったところのその製品にまつわるソフトウェア開発をしている、そこがエンベレットソリューション事業になります。これカメラの中で動いてくるのが困るわけですよね。そうですね、他のところで動いてもしょうがないわけで、それが組み込まれているということですね。おっしゃる通りです。はい、そして、自動車車載関連が有望ということですが、はい、で車関係もいろんな分野があるんですけども、その中で、記載している通りいろんな分野やってるんですけども、我々特にその自動運転のところでありますとか、車がインターネットを介してつながっていくコネクティットカー周り、そういったところに非常に強い目を持っております。ポイントのところで記載しておりますけれども、その完成車メーカーさん、あとは部品メーカーさんの最上位ティアワンさん、そういったところが取引の中心で、あとはその桜井さんにもおっしゃっていただきました今後 IoT 関連の仕事にも広がりが、はい、その期待できる、そういったところがこの分野でございます。そして、期待できるんで御社も注力していると、はい、おっしゃる通りですね。で、このコネクティッドカー周りのところにつきましては、その最終的にはこのビッグデータ、その車のいろんな情報をインターネットを介してサーバーに上げていく、そういったところでのビッグデータの分析解析、そういったところにつながるでありますとか、最終的にはサイバーセキュリティ、ここを担保していくためにどうしていくか、はい、そういったところでの仕事でありますとか、あとは通信形態が 5G に移行する中でいろんなサービス、そういったものが発生してくると思いますので、まだまだ無限に、ビジネスは広がっていく、そのように認識をしております。はい、でここでセキュリティ、サイバーセキュリティという言葉が出てまいりました。はい、当然ながらやっぱり車とかいろんなものがつながるんですが、はい、セキュリティ担保されてなきゃいかんですよね。おっしゃる通りですね。ということで、はい、IoT を活用したサービスというところもありますが、はい、これをどう見たんですか。これはですね、車以外のところ IoT というところで我々がやらせていただいている事例ということで、はい、こちら、大阪ガスさんと一緒にやらせていただいた事例なんですけれども、はい、いわゆるそのスマートフォンで自宅にある AI スピーカーに対して、何時に何度の設定でお風呂沸かしておいてねというと、 AI スピーカーが逆に そのお家にあるその家電製品と連携しながら、はい、その指示命令した通りにそのお湯を沸かすという、そういった事例我々やらせていただいてますっていう、これ以外にも複数事例あるんですけども、こういったことを IoT としてやっております。この AI スピーカー可愛くなるでしょうね、沸かしといてって言ったら沸かしてくれるっていうことは、ね、そしてさっき のサイバーセキュリティのところですけども、はい、ウェブアルゴス出てまいりました。はい、我々これ2014年にリリースした製品になるんですけれども、いわゆるサイバーセキュリティに対して今まで複数の会社さんが複数の防御製品、いわゆる守る製品というのを作ってきたんですけども、やはり攻撃が 手を返してなおかいろんな攻撃してきますので、初めての攻撃に対して 100% 守りきれる、そういった製品世の中にない、そういった中で我々どう対応していくかというところで、その防御製品では対応できないもの、それに対して我々はその瞬間に検知をして瞬間に元の正しい状態に戻す、はい、この検知から復旧まで 0.1 秒未満というこの短いそのコンマ数でやることによって実害をゼロにできる、はい、ゼロでアタックに対しても 100% 対応できる、そういったものをリリースをいたしました。だからウェブホームページなんか改ざんされたら元に戻しちゃうと、はい、元に戻しちゃうと悪さができないよねと、はい、この発想ですよね。おっしゃる通りです。で何年か前に拝見したんですけども、はい、見た目わかんないですよ、 0.1 秒未満っていうのは改ざんがあったんだみたいなところがあるんですけど、これやっぱ発想としては優れもの、そうですね、なかなか他社さんでは発想できてないものだと思います。はい、動画ここであるんでしょうかね、動画ちょっと見てみますかね。はい、お願いいたします。サイバー雷雨が降ってきました。うん、雨かな、降るかな、なんか来るかなって感じですか。そうですね、傘をさしてセキュリティ傘、はい、でこれがそのアルゴスが入ってない、その現状みたいな、はい、で未来がこれがアルゴスが当社のアルゴスが入ってる、そういった体の動画になりますね。はい、傘よりも強いのが右の方ですね、未来。そうですね、今田君の方は傘だけです。そうですね、これがいわゆる防御製品みたいな、ウイルス来たみたいな。そうですね、うわ、で未来君は同じような場所にいるのに何ともないっていう。そうですね、おっしゃる通りです。しかも防御はしてないっていう状況ですね。来てはいるんですね。来てはいます。来てはいるけど、原型をとどめたままになれると、はいはい、相当強いですね。未来君。
0.1 秒。あ、実はこうなってる。本当はそうなんですね。サイバー攻撃受けた、ええ、でもすぐ修復、自己修復ってことですね。治る、はい、だから 0.1 秒だから見た目には全くわからない、わからない、はい、強力なサイバー攻撃を 0.1 秒未満で検知復旧、はい、自分で検知して自分で修復するっていい形ですね。そうですね、はい、余計なもんないですもんね、はい、こういうふうにやっていかないとやっぱり未来の世界はサイバーアタックには勝てないと、ね、やはりまあ防ぎ切るというのは無理かなというところで、はい、まあ、元に戻すっていう逆転の発想ですね。どうせ攻撃は来るんだからということですね、はいはい、さてこのウェブアルゴスを中心にセキュリティ分野拡大ということですが、はい、販路はこれ今代理店販売を大きく増やしてきているってことでしょうか。そうですね、今までずっと直販中心でしたので、はい、やはりまあここを事業拡大していく上においてはやはり代理店販売、そういった中で、まあ、いろんな企業さんにその我々のウェブアルゴスをサービス展開していただく、そういったところをこの2年ぐらいかけて一生懸命整備しているところでございます、はい、やっぱり製品に対する期待感があるだけでやっぱり代理店さん増えてきていると見てよろしいでしょうか。だいぶ増えてきてます、はい、というところです、はい、それから、もう一つ、はい、ゾブロス、はい、これが自社商品の2つ目おっしゃる通りです、ね、になってきますが、これはどういう製品になるんでしょうか、はい、こちらはですね、そのもともとはこうエクセル業務、いわゆるその機関、いろんな企業さんで機関システム以外にその周辺業務ってエクセルでやられてると思うんですけども、はい、そういったものをそのいろいろ効率化していきましょう、そういったところで10年ほど前にリリースした商品だったんですけども、うん、はい、最初は鳴かず飛ばずだったんですけども、ちょうど数年前に働き方改革、そういったキーワードで、いわゆるまあ RPA 製品、いろんなものを自動化していきましょうっていう、はい、そういったものが世の中に出始めたときに、やはりまあ RPA 製品だけではなかなか業務効率化につながらない、そういったところで我々のそのゾブロス、これエクセル業務だけではなくて、まあ、システムとシステムをつなぐようなハブの役割をしてますよとか、はい、あとまあいろんなシステムから吐き出されるものをそのレポートとしてもう体裁のいいものに変えていきますよ、そういった働き方改革というキーワードにマッチして世の中にどん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 普及していきまして、はい、その今ですと450社以上の導入者数、はい、そういったところで導入実績を持っております。これはエクセルというお話がありましたけども、はい、いろんな企業さんでやっぱりエクセルで、まあ、事務、はい、業務中心に遂行されているところ多いですよね。結構多いです。もう大きな企業さんも大中その企業 その大きさ問わず、はい、やはりエクセルってどこの会社さんでも使われているところがほとんどだと思いますね、はい、まあ、我々でもその資料を作るときとかエクセル使いますけども、エクセル使えないといかんですし、エクセルがもうメインストリーム、はい、でそのエクセルを自動化、エクセルとかそういう作業を自動化してくれるのがゾブロス。おっしゃる通りですね。と空いた時間は働き方改革のようにいろんなことに使えてくる。おっしゃる通りです。喜ばしいですね。結構いろんな企業さんで今までも複数の社員さんがもう残業残業でいろんなものを成り立たせていた、はい、それがこのゾブロス入れることによってその社員さんの残業が一気に減って、はい、経営陣の方は喜んでいただいて、はい、ただ逆に従業員の方は残業代が稼げなくなったっていう、家族幸せになっていくんですか。まあそういう側面もありますよね、はい、そうですね。ただそのゾブロス単体でなく、はい、先ほどありました、はい、RPA 製品とシームレスに連携できる。そうですね、やはりこう RPA 製品、その業務効率化、まず RPA 製品というのがいろんな企業さんやはりまあ一番頭にきてますので、はい、その RPA 製品ができないことをゾブロスがうまく補完するということで、はい、ここをシームレスに連携するというところでこの2年間ぐらいかけて、はい、そのいろんなその RPA 製品もいろいろありますので、シームレスに連携する製品を増やしてきた、そういったところでございます。だから RPA そのものって、まあ、割とこういろんな分野もありますけども、はい、元になったその事業の歴史というか、はい、事務の歴史というか作業の歴史が Excel である以上、はい、どっかとつなげた RPA にしないといけない、はい、そこを見てくれるのがゾブロス。おっしゃる通りですね。ですよね。ということですから、さまざまなものと連携できる、はい、しかも効率的にというふうに考えていいですか。はい、おっしゃる通りです。だからやっぱりそういった意味では、はい、RPA とゾブロス切っても切れない縁がある。そうですね。ということですね、はい、この次のページの実は
絵が好きなんですけど。ありがとうございます。なんか22世紀みたいな感じでゾブロスっていうのが、これどういうふうに理解したらいいですか。そうですね、こう我々ゾブロスプラスワン構想というふうな形でその言ってるんですけども、はい、先ほどの RPA 製品だけではなくて、まあ、会計のパッケージでありますとか ERP のパッケージ製品、そういったものとシームレスに連携することによって、はい、本当にこうやはり、まあ、そのシステムとシステムがちゃんと有機的につながらないと、はい、なかなか効率が良くない、そういったところを我々がこのシステムの間のハブみたいな形で貢献をしていく、それがゾブロスプラスワン構想ということで、いろんな連携する製品が年々増えてますので、はい、そういった中でそういった連携する製品のパッケージの会社さんが逆に我々のゾブロスを売っていただく、はい、いわゆる代理店販売が促進する、そういった相乗効果もありますので、このプラスワン構想を積極的に進めていきたいというふうに思っております。つまりゾブロスがあることによって従来のデータもそのまま活用できるし、はい、その意味での連携は必要だというところですね、はいはいはい、なんかこれがね22世紀に見えるんですよ。ありがとうございます。そして、新サービス、はい、これ DD コネクト、 DD コネクトって言います、はい、これは、我々 その自社の、サービス的な形になるんですけれども、はい、いわゆる電子契約のアウトソーシングサービスということで、はい、今までこう紙の契約書に印鑑を押して、その社内のプロセスを回してきた、その対外的な契約をしてきた、ただこれがこうコロナ禍の中でなかなか会社に出社できない中で、それをどうやっていくのかというところで、はい、この電子契約、その我々がアウトソーシングサービスをやっていこうということで、10月1日からサービスを立ち上げた、そういった、形になります。そうです、そうです。先月まで聞いたことなかったですね、はい、ということで、はい、デジタル庁だとかね、そういう動きも出てきてますから、はい、どんどんこう伸びていく分野と見てるんですね。そうですね、はい、こういろんなニーズがあるところに対して我々はもう積極的にスピード感よくやっていく、そういった考え方に基づいたサービスでございます。はい、楽しみです。はい、ありがとうございます。だから、DX サービス、あれ第2弾第3弾を続々開始予定と、社長なんか勇ましいんですけどありがとうございます。これは我々がこうコンテンツマネジメントシステム、これってそのホームページ等々をその便利にその簡単に作れる、そのどん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 更新していく、はい、そういったも のになるんですけども、こういったものに対して、我々はセキュリティの技術をうまく融合させながら他社さんではできないようなことをやっていく、そういったものも、はい、年明け以降に関してはリリースを考えております。今日夜励んでいると皆さん、ね、コミュニケーションしながらということですね、はい、あと先ほど冒頭でありましたけども、はい、システム販売事業、これ楽一っていうんですよね、はい、過小計算規制の楽一の販売を主に行っておりまして、その今導入者数というか今生きたユーザーさんが2200社ほどおりまして、はい、その中で楽一って大体200万ぐらいの売り値、5年から6年のリースでっていうところになるんですけども、はい、5年6年してリースが終わるとちょうど新しい楽一が出てくる、その中でリピートしていただける比率が大体 80% ぐらいということで、その販売事業でありながら我々 その安定した収益基盤の一つになっている、はい、そういった事業でございます。やっぱりいいものはいいとしてずっと継続しているのは御社の姿勢と考えていいですね、はいはいはい、おっしゃる通りです。そして、中継目標、株主配当等ですけども、はい、成長モデル、やっぱり新商品のところを伸ばしていくっていうところでしょうか。そうですね、新商品、はい、基本的にはそこをその伸ばすことによって収益、その利益率、その利益額っていうのを大きく伸ばしていきたいというふうに思っております。だから中継の目標は1年前倒しで全部達成しちゃったんですよね、はい、そうですね、ちゃったからできちゃったんですよね、はいはい、その中で新しい中期計画っていうところをどうしていくかっていうところで、1年前倒しで3年計画お出ししようかなとも思ったんですけども、はい、このコロナ禍もありましたので1年間じっくり腰を据えて今後の3年の成長計画を立てていくということで、今まさに策定している最中でございます。売上高トリプル、当時がトリプル10と言っていて、売上高100億、これ2017年6月期達成、はい、営業利益10億円、2019年6月期達成、前期ですね、はい、で営業利益率の 10% 超えっていうのが2021年6月期、今走ってる期がもともとの予定だったんですけども、これを前倒しで2020年6月期で達成した、達成しました、ただ1年前倒しというところですね、はいはいはい、おっしゃる通りです。頑張りましたよね。ありがとうございます。で次の中継に行きたいというところですね。はい、で、もう一つ、株主還元、これどう考えますか。はい、基本的には配当成功 30% 以上ということで、はい、収益に合わせて この比率も少しずつ上げていけたらなというふうに思っております。あと最後のところになりますが、新型コロナウイルス、これ、はい、当然いろんな対策は
捉えていると思いますが、基本的にはまあその基本方針、具体的な対策ということでしっかり我々対応してきまして、まあ、幸いなことに今のところその我々の社員の中で一人も感染者を出していない。で現在在宅比率が大体 50% くらい、はい、そういったところで推移しているそういった状況でございます。プラスマイナスの影響で見るといかがですか。やはりですね、まあ、マイナス面というのも当然一部あるんですけども、はい、例えばこう一部 そのプロジェクトが中止延期、あとまあ短期見直してください、そういったものが発生したりとか、あとはこの非常事態宣言中はその営業活動が制約を受けてなかなか商談が前に進まない、はい、あとはその業績悪化した企業さんに関しましては、そういったセクターの企業さんに関しましては IT 予算の削減等々あったんですけれども、やはりまあどちらかというとまあプラス側の方が強いかなというふうに思っておりまして特に企業の DX デジタル変革、そういったことが加速している、あとはテレワーク拡大に伴って我々 まあその得意としているサイバーセキュリティの強化とか、はい、業務効率化のニーズそういったところが高まっている、あとまあ生活様式オンライン化が進む中で IT ニーズがそのますます高まっている、これ DD コネクト、そういったものも含めて逆にプラス要因の方がどちらかというと強いんじゃないかなというふうに思っております。今後のについてはどうでしょう、対応ということで。はい、そうですね、我々こうそのセグメント別にビジネスソリューション事業に関しましては、まあ、コロナの影響を受けにくい、まあ、運用サポート、そういったところをしっかり抑えながら DX のニーズにしっかり応えていく、あとはエンベレッドソリューション事業につきましては自動車関連のところ若干不確定要素ありますけれども、そこをしっかり状況を見ながらその仕事量はしっかり前年度並みのものを確保していく、あとはコロナの影響を受けにくい産業機器分野等々、そういったところの仕事を積み重ねていく、あとは自社商品につきましてはここは我々その非常に世の中のニーズにマッチしてますので、ここでの販売を拡大していく、はい、あとは新しい様式に合わせたサービス展開を積極的にしていく、そういったことでコロナ禍逆に変化を成長につなげていきたい、そういったふうに考えております。今日は DIT さんのことよく分かりました、ありがとうございます。で最後に社長から投資家さんにメッセージ一言頂戴できればいいですか。はい、我々10年連続でずっと成長してきましたけれども、これからもそのいろんな変化しっかり対応しながら継続して我々成長していきたいと思いますので、引き続きご支援のほどよろしくお願いいたします。ありがとうございます。デジタルインフォメーションテクノロジー株式会社代表取締役社長市川聡さんにお話を頂戴しました。市川社長ありがとうございました。ありがとうございました。